憲法制定国民議会とは、フランス革命直前に全国三部会から離脱した第三部分を中心として形成された国民議会が1789年7月9日に解消して成立したフランス最初の近代議会である。憲法制定議会とも呼ばれる。1791年憲法を成立させて憲法に基づく選挙を実施し、 1791年9月30日に立法議会に引き継がれた。休議場の近い全国三部会において議決方法などをめぐる第三身分と第1.2身分との対立が深まった。そのため第三身分は1789年6月17日に安倍シェイスの下で国民議会の成立を宣言した。しかし、 下級生職者らが合流に合意したほかは特権階級の指示を得ることができず国王政府も国民議会の弾圧を図った。これに対して国民議会の勢力は屈服せず6月20日の休議場の誓いなどを通じて徹底抗戦の構えを取った。国民議会と国王政府の深刻な対立を懸念した国王も国民議会を承認せざるを得なくなり、 聖職者の多くと貴族の一部が国民議会に合流した。その後、国王の勧告に従って、残りの勢力も国民議会に加わり、混乱は一旦収拾された。7月9日には憲法制定国民議会と解消され、憲法制定の準備を行うことになった。バスティーユ牢獄襲撃7月14日に起こったバスティーユ牢獄への襲撃により、革命が勃発し、 革命が各地の農村へ波及すると、領主への暴動などが各地で勃発した。この暴動によって、特権身分である貴族、聖職者の多くが亡命し、アンシャンレチームが崩壊した。この無秩序な武力放棄は、特権身分の権力どころか国民議会まで否定しかねないものであり、議会はこの事態の収拾に乗り出すことになった。 8月11日に示された法令で封建制の廃止を定めて事態を鎮静化させたが、領主裁判権をはじめとした人格的支配を否定したのみで時代廃止などの措置は取られなかった。この封建制廃止と合わせて8月26日にフランス人権宣言を定められた。これによってこれまでの身分制社会の枠組みが完全に否定され基本的人権を有し、 自由かつ権利において平等な市民によって構成される市民社会の諸原則が確認された。これらの国民議会の決定は国王政府の認めるところではなかったが、すでにアンシャンデチームの崩壊によって国王政府の権力は限界に達しており対抗策を打ち出すことができなかった。国王類16世も王妃や王帝に 国王政府の権限を握られており、絶対王政はここに終わったと言える。国民議会は、こうした法令を制定していくことで、国王政府に代わり国家の主権者としての地位を確立していった。バレンヌ逃亡事件1789年11月、憲法制定国民議会は、カトリック教会の財産国有化を定めた。そして、その資金を担保とする形で、 翌1790年よりアシニア債権を発行したが、その信用は極めて低く経済の混乱を引き起こした。法的には1790年より経済面における自由主義的な処理法が行われ、1791年にはギルドも廃止されるなど改革の進展が見られた。聖職者に対しては1790年7月の 聖職者市民法によって、聖職者の国家への忠誠を求めた。こうした政策は、ローマ教皇の反感を招き、革命政府とローマ教皇の対立構図を作り出した。6月末に、フランス国王一家がフランスとオーストリア領、ネーデルラントの国境付近への逃亡を図る事件が起こり、議会は、その対応に追われることになった。革命の急進化を恐れた。 当時の議会多数派はこれを国王の誘拐事件であると偽ったが、このことが民衆の反発を招き、大規模な反ブルボン家、反議会運動がパリで引き起こされた。これに対して政府は武力鎮圧の拠に出て事態が収拾された。この対応をめぐり、早期に革命を収拾しようとする勢力と、より急進的な勢力へと内部での分裂が進化する。 こうした中、9月3日にフランス初の憲法が可決された。この憲法は間もなく国王類16世によって承認され、9月末に議会は解散された。フイアン派にとっては、このことは革命の終了を意味していたが、革命はこれからさらに急進化していくことになる。ありがとうございます。